というわけで、今度はこっちのスカイラインジャパンの方ですね。ターボのジャパンの方でして、本来はこうやってね、ま、ちょっと回して、ほら、こういう風に勢いよく回るんですね。ジューンって回るんですよ。で、これが特徴的だったんですよ。で、だったんですが、まあ、あんまり当時ではあんまりターボは、あんまり販売されなかった。まあ、今、これを、そうだね、作って売ったら、どうだろう。まあ、ものすごい勢いがあるってわけではないかもしれないけど、まあ、面白いかもしれないですよね。そこそこは売れるんじゃないかなと思います。でもまあ、まあ、大体男の子ってのはね、こういうのに、まあ、憧れるわけですよ。ターボがついてるよとかさ、こういうチョロ Q みたいなの、速く走るとかね。だから、なかなか、あって、まあ、当時はね、トミカを集めてる派か、チョロ Q派か、みたいなね。中には、別に争いをしなくてもと思うんだけど、トミカがいいんだ、いやー、チョロ Q がいいんだ、みたいな、二体派で分かれて争ってしまうみたいなね。で、そういうものの人もいるし、まあ中には両方好きだから両方集めてますっていう人もいるんですよ。だから、なんて言うんだろう。なかなかあれですよね。私はどっちかっていうと、昔はトミカがだったんだけど、まあ、最近はチョロ Q でもトミカに出てない車種とかもあるので、まあ、出てない車種を集め始めるというふうになったら、やっぱりそういう他のメーカーもっていうことで、ね、気になって見てみたら、まあいいなと思ったわけですよ。で、そういうわけでね、これもこれでね、なかなかいい車なんですね、このジャパンね。まあ、これはまたトミカでも確かあったと思うんで、紹介したいかなと思うんですけども、これがまたいいね。もうジャパンはね、西部警察とかでもね、おなじみの車でございますし、いやーいいなーこれはっていうふうに思う車でございましたね。で、このジュエーンっていうこのターボが回る音というか、これがまた最高な音でして、いやーなんつうのかね、このミニカーとしてもね、いい感じで、こうやって回るところがまた良くてね、いいなって感じ。ただ、あの CM はね、ギュイーン、ギュイーンとか言ったけど、おいみたいなね、そんな音はしねえよみたいなツッコミがあったんだけど、まあ、そこがまた面白いところでもあってさ、だったんですね。でも、まあ、なかなかでもいい、なかなかって何回も言ってしまって申し訳ないんだけど、いい車でございましたね。はい、というわけでどうもありがとうございました。